探そう。見つかるまで大地とアグモンを探そうよ。無理だ。一月半も探して手がかり一つないんだぞ。源内さんならきっと何か知ってますよ。源内さんを探しに行きましょうね、皆さん。どこにいるのかもわからないのにどうやって探すんだよ。それより早くお家に帰りたい。シャケルには別れると困るから、私たちやっぱり大地を探す。元気でね、トコモン。無理だ、手がかりが少なすぎる。大地さんのことだけじゃありません。紋章の秘密もきっとわかります。たとえそうだったとしても低い可能性にかけてみんなを振り回したくない。わかりました。じゃあ僕とテントモンだけで構いません。コウシロウ、コウシロウ君、止めてもダメなんだろう。きっと源内さんを見つけてきます。待てがついてます。心配せんといてください。じゃあ皆さんお元気で。じゃあまた後で。ジョー先輩、食料いっぱい見つけてきてね。ああ、ミミ君もくれぐれも道草を食わないようにね。さあ、タケル、俺たちも行こうか。タケルとミミちゃんはもう寝た方がいい。俺がバン。心配するなって。ジョーのことだ。ひょっこり帰ってくるよ。ミミ、わがまま言わないの。もういや。ずっと歩いても砂漠ばっかり。さっきオアシスを出たばかりだろ。どうするの？ずっとオアシスで暮らすの？それは後で考える。私引き返すわ。ミミ、置いてかないでよ。僕らだけになっちゃったね。行こう、タケル。もう少し歩けばきっと砂漠から抜けられるさ。あれからみんながどうなったのか。うん。ねえ、
お兄ちゃん、みんなどこに行ったんだろうね。心配いらない、あいつらはあいつらでやっていけるさ。デビモンやエテモンみたいな敵はもういないみたいです。お兄ちゃん、やっぱり戻ろう。戻って大地さんを探そう。もう諦めろ。でも、悪かった、泣くなよ。生きてるよね、大地さん。ああ、いつかまた会えるさ。様子を見てくるよ。大丈夫、僕待ってる。偉いぞ、タケル。でも早く帰ってきてね。ああ、様子を見るだけ。 2,3 時間ってところかな。すぐに帰るさ。ポコモンはしっかりタケルを守るんだよ。嫌いで、もう君とは兄弟でいたくないって。嘘。タケル、泣かないで。うん、ヤマトは君の泣き虫なところも大嫌いだってさ。僕だってお兄ちゃんのことなんか大嫌いだ。ヤマトはね、あんなこと言わないってば。嘘言わないでよ。嘘？何が嘘なんだ。証拠があるなら見せてごらん。そんなのないけど。そういうのを名誉毀損って言うんだよ。裁判も起こせるんだ。やってみるかい？何するんだ、トコモン。タケル、トコモンを責めないで。タケルと僕の中に嫉妬しただけさ。トコモン、ヒコデビモンに謝るんだ。やだ、謝らない。謝れ。絶対やだ。どうしても謝れたようなら僕出ていく。あ、そう。じゃあ出てったら。本当に出ていくよ。いいよ。あ、そうだ、敵もいないんだし、これもいらない。あー、行こう、ヒコデビモン。それでドコモンが一人ぼっちになってたの。ヤマトも心配だが、まずはタケルだな。タケル、うん。No.
ほら、タケル、何でも乗り放題だよ。あんまり。ねえタケル、もしかしてまだトコモンのこと気にしてるの？どうでもいいよ、あんなやつ。やっぱりトコモンのことが忘れられないのか。なんと。いや、やっぱりどうでもいい。あ、タケル、僕ちょっと用事を思い出した。すぐ戻るから。あ、タケルがいたよ。本当だ。おい、タケル。どっちだ。タケル。よかった。心配したんだよ。とっても心配したんだから。すまなかったな。トコモンも戻ってきたの？まあまあ、今はうちわもめなんかしてる場合じゃない。ヤマトたちを探しに行こう。やだ。どうして？みんな僕を置いていった。ソラさんも、最後はお兄ちゃんまで。みんな僕が嫌いなんだ。すぐ泣くから、子供だから。ピコデビモンがなんて言ったか知らないけど、ヤマトが嫌うはずないさ。ことばかり気にするから、それで嫌いになったんだ。はあ？ねえ、僕を大地さんの弟にして。それはちょっとな。あ、ピコデミモンが帰ってきた。いや、トコモン、元気ですか？いや、お前に聞きたいことがある。なんですか、あなたたち。俺はタイチ、こいつはアグモン。いや、ヤマトがなんて言ったって。もうタケルと一緒にいたくないって。そう言って本当か？嘘は言いません。ヤマトのところに案内してくれないか？ちょっと遠いですよ。遠くても構わない。そうですか。ああ、そうだ。その前にご飯にしませんか？食べたい。そうするか。さ、おいしいキノコです。どうぞ。これは忘れキノコ。一口食べれば過去の記憶をすべて忘れるのさ。わあ、おいしそう。アグモン、お前の炎で焼いてくれよ。ちょっと待って、トイレに行ってくる。なんだよ、早くしてくれよ。ん？こんなところにも同じキノコ。このキノコ本当に食えるのかな？食べちゃダメ。そのキノコを食べると今までの記憶を全部失うの。だ、誰？おかしいな。でも今の話が本当だとしたら、大地！アグモン、待ちきれなくてもう焚き火で焼いちゃったよ。そのキノコ食べちゃダメ！慌てるなって。お前の分はちゃんと残してあるんだから。ダメ！なんだよ。どこも行けるか。
やったー、パタモン、今まで本当にごめんね。もういいって、僕もタケルのおかげでまた進化できたんだし、あとお兄さんにも謝らなきゃ。そうだね。それにしてもお手柄だったぞアグモ。よく、いや声がしたんだ。誰の？さあ、申し訳ありません。希望の紋章が光を取り戻してしまいました。この世界の歪みが現実世界にも影響を及ぼしていたんだ。だから元の世界に戻る前にこっちの世界の歪みを何とかしなきゃならない。うん、だからみんなの力を合わせなきゃ。タケルの力もだ。僕頑張るよ。その息だ。じゃあ他のみんなを探しに行こう。